はいえー、この、えー、ピアノのアクションの模型を使いまして、えー、ピアノの、ね、修理とか調整をする場合に、えー、どの辺を、えー、ポイントとして、ね、考えるかっていうのも、ね、ちょっとお話しさせていただこうかなと思います、えー、鍵盤をこう押さえますとこういうふうに、ね、アクションが動くんですけども、えー、まず調整箇所ですね、えー、このね鍵盤の 下がるところのクッションがあってこの下に、えー、紙のパンチングがありましてねいろんな厚みのものが入っておりますでこの厚みを変えることによって深さがね、えー、調整するというふうな形になりますねでここにはねバランスホールっていうんですけどあのあのバランスパンチングっていうのもあるんですけどそこにもね紙の厚みを変えると鍵盤の高さが変わるというふうなねことになります。 これキャプスタンボタンですね。この高さ、回してね、高さを変えると、えー、ロスとか張り、あのー、とかね、そういう調整ができて、前後の位置を変えると、えー、それもね、てこの原理がね、あのー、働きますので、手前の方にするとタッチがちょっと重くなったりとかね、いうことがありますね。で、この L 型のジャックっていう部品が、えー、鍵盤を押さえますとね、こう上がっていって、この白いところに当たるんですけどね、これは、 え、ハンマーが弦に近づくところまで行くと、くるっとこうね、回転するんですね。えー、これはどうしてかっていうと、えー、ずっと押し上げっぱなしになると弦にべちゃっと引きついてしまうので、弦に当たる直前でくるっとこういうふうにね、回転してハンマーが、えー、跳ね返ってこれるためのスペースを作るんですけども、これもね、ハンマーがどの辺まで進んだところでこう回転するかっていうのも調整が必要ですね。で、あと跳ね返ってきて、 そのハンマーを受け止めるのがこの部分になるんですけどもこれもどのぐらいの位置でストップさせるかというのも、えー、この部品でね調整します。それから、えー、ハンマーがどこまで進んだ時にこのダンパーですねここに当たってこのダンパーが浮き上がってくるんですけどこの動きダンパーが動き始める、えー、位置っていうのも、えー、このね、えー 部品で調整しますねもういろんな調整がいるんですね。でこの、えー、調整もただ規格通りに揃えるだけではなくて、えー、出てきた音とかね音とねあのそのタッチのバランスっていうのもすごく大事ですのでこのハンマーのね、えー、フェルトハンマーになってますけどこのフェルトの硬さをね調整することによって。 で音色が変わるんですけどもその音色とタッチのバランスっていうのがすごく大事になってましてえただ企画通りに揃えるだけでいいのかそれとも出てきた音に対してもう少しこのハンマーの止まる位置を前にしようかなとかね広くしようかなとかねダンパーの動き始めをもうちょっと速くしようか遅くしようかとかねこの回転するところをもうちょっと速くしようか遅くしようかキャプスタンボタンを前にしようかもうちょっと後ろにしようか。 深さももう紙一枚だけ深くしようか浅くしようかとかねもうこの組み合わせっていうのも無限大になってくるんですけどもそれを出てきた音に対してこの方がいいんじゃないかなやっぱり戻そうかなとかいうのをねいろいろやったりするんですねなのでただ揃っていればいいというのかやっぱりそのピアノの潜在能力をフルに出す調整がいいのかっていうふうなことになりますね。 であと分解掃除磨きっていうところなんですけども、えー、まあ外見のね汚れは別にあの気にしないですよということになれば、えー、磨きでね重要なのがねこの、えー、バランスホールのねこれ、えー、バランスピンとこれフロントピンっていってねこういうふうに鍵盤が、えー、刺さるようになってますのでこう擦れるところはね、えー、しっかり磨いとかないといけないですね。 あと、えー、こういう関節部分ですねこういういとこねあのピンが通っててその周りに、えー、赤いフェルトがね通っておりますけども、えー、このピンとかも錆びてるとやっぱこう動きがね悪くなったりとか、えー、しますしあとこのねダンパーロットと言いましてねこれペダルを踏むとこういうふうにダンパーが上がるんですけどもこういうとこもねあの錆びてたりすると動きが悪かったりとかねいうこともありますので。 あのやっぱりタッチとかね演奏に影響する部分っていうのはやっぱりきっちり磨いとかないといけないかなという部分はありますね。えー、でもまあ,あの外見とかねあのそのタッチに影響出ない部分であればいいですよということであればそういうとこは省いてねあの金額をちょっと下げるというふうなこともいいのかなと思いますね。えー、鍵盤の小口ななんんかも、まあ、あのそんなにあの 前のね、口棒という部分に当たるほど、こう、沿ってきたりとかすると問題がありますけども、あの、ただ色が変わってるだけでしたらね、そういう部分も省いたりとかしてね、ちょっと見積もりを抑えるというふうなことも、えー、させていただくことはございますね。 はい、えー、そういう感じになりますけども、えー、今の動画で、えー、見積もり、えー、を見る場合の、えー、判断のポイントとなりますかどうかというところなんですけども、えーねえー、私らの場合まあいわばねいい音をいい声音をするためには鍵盤一つ一つ。 同じ力で叩いていったときに、すべて同じスピードでハンマーがね、動いてくれるように調整しようと思うと、えー、当然こういうね、とこ動き悪かったらダメですしね、えー、まず動きが、あの、整っていると、えー、しっかりピンとかね、そういうところも磨いて、正常に動くようにして、それから調整もやっぱりばらつきなくね、えー、しっかり調整しないといけないですし、その中でさらに、えー、この、 あの出てきた音に対してこの方がタッチ引きやすいんじゃないかコントロールしやすいんじゃないか表現力出しやすいんじゃないかっていうのを探っていくっていうふうなそういう作業になりますのでまあねあのこだわれば切りはないんですけども、まあ、この辺でいいかなっていうふうにあの手,手を抜くこうと思えばまあ抜けるというふうなそういう部分もあるのかなっていうところでね、えー、ちょっと見積もりも難しいところではあるんですけども。 えー、考え方ですね、えー、そのピアノを弾く目的というかあの、まあ、大人の方とかでしたらねまあそこそこあの趣味で弾くんだったらあのそこそこ弾けたらいいっていう考えもあるでしょうし、えーまあ、子供さんの場合でしたら 子供やからまあそこそこでいいっていう考えの方もおられますけどもあの子供だからこそきっちりとっていう方も考え方の方もおられますし、えー、またあの 子どもさんが小さい間はねそこそこまあ弾けるような状態にしておいて、えー、ある程度こう進んでいくともうグランドピアノに切り替えるからということでアップライトの方はちょっと費用を抑えてっていう方もまあ考え方としてもありあるそういう考え方の方もおられますので、えー、その辺ね、えー、どう考えるかっていうのはちょっと私こうしたらどうですかっていうのはちょっと言えない部分ではありますね。 ただまあピアノのねポテンシャルが高い場合はやっぱりしっかりと引きあのそのポテンシャルを引き出してあげたいっていうのは、まあ、技術者としてはちょっとある部分ではあるんですけども、えー、まあ考え方のポイントとしてはそういうところにあるのかなと思いますね。でやっぱり一度ねきっちり整備したピアノっていうのは、えー、ね一回の調律で、あのー、まあそれをキープしていけるかなと思いますけども。 あのやっぱりねあの調律の時に、えー、できることっていうのはねあの時間的にも、えー、限界があったりとかしますので、えーまあ、今回はちょっと鍵盤の調整をやってとかね、えー、次回はあのハ,ンハンマーのストップをやったりとかねあのちょっとずつ調整はまあできるんですけども、えー、全てがいいいあの完璧にっていうのがなかなかね あのできないかなと思いますので、えー、まあピアノが工房にある機会に、えー、どこまでやるかっていうのはねちょっと考えていただければと思いますね。はいえーまあ、この動画だけで、えー、全て納得というわけにいかないかも分かりませんのでまたわからない部分がありましたらご質問いただければと思います。